バイオリンと弦楽のための競争曲に単調 MWVO さんはフェリックス・メンデルス・ゾーンが1822年に作曲したバイオリン競争曲。有名な補単調の競争曲よりも前に作曲された作品でバイオリニストのユーディメニュインによって発見されるまで長らくその存在が知られなかった。1822年の1月から3月にかけて 作曲されたバイオリンと弦楽のための競奏曲である。おそらく、メンデルスゾーン家におけるサロン演奏会のために、生み出された一連の作品の一つで、この内輪の演奏会において、常連の一人だった友人で、バイオリニストのエドゥアルトリーツの独奏を念頭において、作曲されたと言われる。楽譜は、メンデルスゾーンの死後、 未亡人のセシル・シャルロット・ゾフィジャンルノーが所有していたが、セシルが1853年にフェルディナンド・ダビットに送り、ダビットの没後はイギリスへ渡った息子のベーター・ユリウス・パウルが楽譜を相続した。さらにパウルが1932年に没した後、そのまま作品の存在自体が忘れ去られていた。日の目を見たのは1951年になってからで、バイオリニストのユーディメニューインが、 ロンドンでメンデルスゾーンの子孫にあたる一族の邸宅を訪れていた際、本作の自筆の走行を見せられたことで本作がようやく一般的に知れ渡り、1952年にようやく疎遠が行われた。独創バイオリン、言語部全三楽章からなる。演奏時間は約23分。ありがとうございます。